はい、どうもマロチです。よろしくお願いします。ペナントロッテ編やっていきましょう。ないと変わらずです。今日が日本シリーズの第4戦ですね。頑張っていきましょう。今日ピッチャー大峰選手でいきます。いやー、ていうかどうしようか、岡田選手のところを荻野選手いきますか。今日ファースト細谷選手いきましょう。こんな感じでいきたいと思います。頑張りましょう。勝ちたいですね。負けたとしてもまあもつれるだけというふうに考えたらまあ面白みはあるのかなって感じはするけど、いらねえな、勝ちてえなもつれたくもねえな。4勝14敗、すごいですね。ブレイボー、ナバッチ、いいですね。一番器用に応えてくれましたね。奥のツーベースヒット、マリーンズ先制のチャンスを迎えます。バッターは2番清田、マリーンズいきなり先制のチャンスを迎えています。第5球投げた、うーわー、カウント的にファーボールだったら面白いなと思ったけどな。掴みました、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、打ちました、これは内野ゴロ、田中ボールを掴んだ、一塁走、いやー取りたいですね、点取りたいですね。ランナーは2塁変わりません。投げました、打ちました、一、二塁歓迎、セカンドから一塁送球、うまい。マリーンズこの回無得点です。1回の裏、さあ抑えていきましょう。攻撃に入ります。バッター恐怖の核弾頭菊池、打った、ピッチャー返し、抜けた、バントかな、阿部君でしょう。うーわ、まずい、抑えれねえ、なんかやばいな。まい、よしよしよし、一気に楽になったな、一気に楽になったな。オッケー、大峰ツーアウト3塁。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは細谷。第5球投げました、いいですよ、いいですよ、いいですよ、送りバントしましょう。失礼します、投げました、バントしました、ピッチャーが左へ転がした、一塁送球アウト、さあ得点圏にランナーを進めました。さあ平沢くん、チャンスを迎えます。指示はまってくれ、この対戦に挑みます。打った、流し打ち、ボテボテのサードゴロ、アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第3球を投げました、ナイバッチ入っちゃう、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 オッケー、ナイバッチ、いやー田村君いいじゃないの、素晴らしい。バッターはピッチャー大峰、ごめん、俺もなんかよくわかんないことやってる気がするけど、投げました、おっとセーフティーバントだ、ボールを取る、絶対ピッチャーにやらしちゃいけないでしょ。2回の裏、これからカープの攻撃に入ります。バッターは2000本なんだ、初球空振り三振、2者連続三振、次が4球目、投げた、ストレート、空振り三振、素晴らしい、3者連続三振。バッターは7番野間、第3球を投げた、打った、大峰取った、ピッチャーから1塁送球、アウトです、1塁はアウト、3アウトチェンジ。マリーンズこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは荻野、次は4球目、投げた、インコース、いいですね、荻野選手、バッターランナー1塁、先発決定、2塁へ、ここは追加点欲しいですよ。右バッターボックスは2番清田、マリーンズ追加点のチャンスを迎えています。投げた、よし、ナバッチ、清田、いいバッティングを見せました。マリーンズなおもチャンスが続いています。投げた、打ちました、一、二塁、オッケー、ボールは中継、いい感じ、いい感じ、三対零、ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、ダフィー、うー、ダメかー、バッターは5番細井、最初のバッターボックスはフォアボール三振、バッターは6番鈴木、投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、
もう1点ぐらい欲しかったけどね。まあいいでしょう。3回の裏、3点を追いかけます。カープの攻撃、バッターバントの名手石原、流し打ち、どうだ、ライト交代、ヒット、石原、ナイスバッティングです。ピッチャー交代かな、交代しないのか、じゃあバントかな。マリーンズ、ここはバントシフトを敷きます。掴んだ、一塁送球、鈴木、取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。打った、左中間へのフライですが、おいし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 、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、左中間のフライ、ワンバン、どうすっかな、一発勝負使ってもいいと思うな、使いますか、使いましょうか。さあ監督は勝負に出ました、やってこい。第4球を投げました、流し打ち、レフト線、ぐーっと打球が上がっていきますが、掴んで、これで3アウトになります。序盤終了しまして、試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは平沢、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。次は4球目、投げました、打った、ファースト左、惜しい、新井、そのままベースに入ってアウト。右バッターボックスは田村、今日2打点を挙げています。田村くん、いいね、ライト下がった、これはヒットになります。ナイバッチですよ、田村、いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打、バッターは指示はまれ、対決、さあ5球は5球目、空振り三振、ボール球に手が出てしまいました。今日2本のヒットを放っている荻野、第3球を投げました、打ちました、荻野選手がさ、すごいね、成功です。第3球を投げた、よし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 、そして今拾い直した、アリー、1点入りました、4対1。第4球はおつけた、ショートバウンド、まあ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 、結果的に追加点です。3アウトチェンジ。4回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは鈴木、投げた、打ちました、三遊間へのゴロ、一塁送球、甘い、これでワンアウト、ランナーありません。バッター2000本ランナー好打者、新井、第1打、打ちました、当たり損ない、ショートから一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番田中、今日の第1打席はスイング、打った、1、2塁間、うまいね、一塁へ送る、大峰、取ってアウト、3アウトチェンジ。大峰、この回マリーンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは角中、投げた、打った、流し打ち、ここは守備に阻まれました、これでワンアウト、なんか一本出そうじゃない、投げた、打ちました、打球はサードの左、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには細谷、今日はフォアボールと三振、打った、引っ張った、打球はレフトの左へ、惜しい、さあ7球目、見逃しの三振、5回か、マリーズ、クリーンナップ、5回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは野間、最初のバッターボックス、ストライク、見逃し三振、バッターバントの名手石原、見逃し三振、代打は松也、さあ5球目、打った、痛烈な当たり、レフトバッチ、クリーンヒットです。松也はナイスバッティングです。バッター恐怖の核弾頭、菊池、打ちました、三遊間のゴロ、平沢、ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナーズ、大瀬良、降板。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは鈴木、第5球、投げた、打った、野間、余裕があります。情熱とアイディ野球の使いどころですよね。バッターは7番、平沢、今日はサード、流し打ち、どうだ、ここはうまい守備に阻まれました。第5球、投げました、打ちました、これはショート真正面、田中、掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウト、このイニング6イニング目はラストですね。先頭バッターは阿部、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、細い、交代、ファースト取りました、何とか頑張ってもらいましょう。バッターは恐怖の核弾頭、今日は打った、細い、ボールを掴んだ、
細いベースを踏んでツーアウト、ま、いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでツーアウト。変化球見送って一発勝負が来るかもしれない。来ないか。フォアボールを与えます。打ちました。フラフラッと上がったピッチャー落下点に入りました。大峰選手変えにくいな。どうすかな。これでスリーアウトチェンジ。結局一塁座。ゲームはこれから終盤に入ります。いや変えるか、変えましょうか。大峰バッターは幕張のスイッチヒッターパラです。投げました。流し打ち。惜しい。噛みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはトップに帰って荻野。今日は外角高め。空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。打ちました。ショートバウンド取った。うまい。ここは守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。マリピッチャーを変えてきた。7回の裏カーラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは田中。今日打ちました。キラサは下がっていった。取ってくれ。取りました。あ、うまい。これで助かった。ランナーはありません。バッターは7番野間。今日はピッチャーゴロと三振。縦のスライダー空振り三振。バッターバントの名手石原。インコース空振り三振。最後はキレのある変化球。最後はスイートアウトの三振。クリ降板。マリーンズ今回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは見逃しの三振。バッターは4番ラフィー。第4球を投げました。打ちました。三遊間の当たり。一塁送球。あっと送球それた。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは5番細谷。ここまで2打席連続三振。これさ、打ちました。当たり損ない。一発勝負多分もう使えて互いに1回ずつだと思うんだよね。それを考えたらバッター恋のキリンだ。エルドレッド情熱の使いどころだよな。ちょっと待って、まず守備変えちゃうか。ここは守備を変えてくるよ。使うか、使っちゃいますか。あ、ごめん待って、すげえ中途半端なことやった。投げた。打った。続きボールを取る。一塁送球。やべえ、考えまとまんねえな。次の攻撃でまず情熱使って、9回の守備に、IDき落下点に入った。一発勝負で勝負しても負けちゃうんだよね。打ち三者も破た交番。いよいよ最終回を迎え、ここでまず情熱。トップバッター。さあここは監督の見せ所。なんとか出てくれ。投げた。打った。ファースト左へのゴロ。荒い。一塁。追加点が欲しいな。これでワンアウト。ランナーはありません。よし。バッターは8番田村。今日2打点を挙げています。投げた。150キロ直球。空振り三振。バッターはピッチャー打ち。バッター代打の神様井口。ランナースタートを切った。結局走ってフォアボール。この回2人目のフォアボールです。マリーンズ代走。よっしゃ！痛烈！打球はそのまま伸びていく！荻野選手がすごいね！これはすごいですね！バッチ！バッターは2番清田。次は5球目、投げた！高め！よし！これで一発勝負ぶつけれんじゃないかな？100レベル同士なんじゃないかな？100レベルなのかな？増田選手休めれますね。じゃあ酒井選手。マリ
マリーンズピッチャーを交代します。ごめんちょっと待って、他大丈夫ですね。さあここで何かを仕掛けているようです。投球これから5球目、変化球、よし、まずは先頭バッター三振に仕留めました。投げました、打ちました、いい当たり、ライトへの打球、気を取りました。これで2アウト、ランナーありません。さあここで勝負に出ました。さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。第3球を投げました、打ったいい当たりだ、センターへの打球、センター下がって荻野掴みました。いややりました、荻野選手が異常ですよ。多分ヒーローでしょう。さて本日のヒーローは、あ、それでも3打点か。本当に今日は大活躍でした。大活躍でしたね。よし、とりあえず日本一王手、あと1勝ですね。強かったですね。てか荻野選手の一番やべえ、いいな。ふう、大峰選手は何でしょうね、いつ出しても安定している感じがするな。今日はいっぱい点取れましたね。よかったな、今日はなんか本当に結構自分のペースで進められたのかなと。最後の一発勝負レベル100をぶつけれたところも含めて、あと増田選手休めれたのは大きいですね。これはでかいですよ、本当にとどめの一発だね。やりました。効率いいですね、ヒット8本で7点。よし、あと1勝しちゃいましょう。そんじゃ、終わります。バイバイ。